急速な感染拡大の要因となっているオミクロン株の BA.5 系統について実用化されている一部の治療薬が有効だとする研究結果を東京大学などの研究チームが発表しましまた。東京大学の川岡義弘特任教授らの研究グループはオミクロン株の新たな系統 BA.5 のほか BA4 と BA2、12、1について細胞を使って治療薬の効果を調べましたその結果、国内で特例承認されているモルヌピラビルやパキロビットなどの抗ウイルス薬では BA5 を含む全ての系統でウイルスの増殖を抑える働きが見られました検疫株に対しても非常に高い有効性を示したのでそういう意味では臨床現場でも効果が 認められると考えています基礎疾患のある方が感染した場合にはやはりあのコールス薬で早く治療を受けるということはとても重要です一方で軽症と中等症患者向けの点滴薬ソトロビマブだとオミクロン株の新たな系統における細胞への感染を防ぐ働きが著しく低いことも分かったということです。抗体カクテル療法と呼ばれるロナプリーブでは 感染を防ぐ働きはありましたが従来株への効果と比べると著しく低いとしています。